とハンバーグ、キノコとパンチェッタのホワイトソースと、すごいキノコの風味が強い。これが今回のこの料理の肝だね。ミニのバッグをイメージしたキュートなケーキ。これはね、いつものムースっぽいね。はい、夢です。こんにちは、どうぞ。もう今日ディズニーシーに来てます。はい、こちらホライズンベイレストラン来ました。今こちらミニイベント最中で、ミニラブリーセットをこちら今日食べてみようと思います。今更だよね。これ12月のね、クリスマス以降からこのメニュー始まってるんですけども、やっと来ることができました。今時間6時半で、今日実はね、パルディシティング撮ってないんですよ。撮ってないんですけども、今キャストに聞いたらね、今なら案内できますよって言われましたんで、今から行ってみようと思います。やっと食べれる。これこのハンバーグも美味しそうだしね、スーツケース、このトランク型のこのデザート、これもめっちゃ気になってました。はい、今更ながら今からやっと行きます。行ってきます。はい、ホライズンはですね、こちらミニのイベントの装飾がすごいんですよね。かわいいね、この辺ね。はい、この辺も装飾いっぱいです。はい、やっと来れましたよ。もう3月中旬でやっと来れた、今更ですけどもね。行ってきますね。はい、こちらですね、ミニのラブリーセットね、2180円。スープがですね、ポテトとビーツのクリームスープと、メインがですね、ハンバーグ、キノコとパンチェッタのホワイトソース、これがメインですね。で、デザートがですね、ストロベリーチーズムースケーキですね。まあムースなんですけども、まあでも見た目はこのトランクになってるのが可愛いですよね。で、ドリンクもついてきます。で、パンまたはライスなんですけども、こちら商品サンプルと写真はパンなんだけども、はい、ライスにもチェンジ可能ですね。あとは、あ、こちら見てみて、ハンバーグをですね、610円プラスでグルービーフに変えることもできますね。あとドリンクも380円プラスするとピーチミルクに変えることもできますね。はい、まあでもね、今日はね、変えずにね、このまま普通にオーダーしようと思います。はい、ホライズン買ってきました。テーブル通されました。それで見て、アクリル板がなくなってんですよ。はい、今日しぐれ助手でいます。でね、アクリル板ないといいですか、この、わかる、この微妙な重なり方、わかります、この重なりですね。ここのね、ほら、アクリル板がないから、このようにですね、少しだけ入れ込みできるんですよね。たったこんだけのことでも全然違う。あ、やっと普通にね、こうやってね、はい、置けます。いや、もうこれ本当やりたかった。よかったよかった、めでたいめでたい。はい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 、じゃあ順番紹介します。はい、まずこちらですね、ポテトとビーツのクリームスープと、これはね、説明があって、白いポテトスープを混ぜると可愛らしいピンク色に変化、動画に収めたくなる一品ですちょっと待って、もう完全に YouTuber 向けになってる説明文が面白い。完全にこれ TikTok とかショートとか撮れよってお前言ってんじゃん。これこれ面白い、これ今風だよな。で、これがですね、ハンバーグ、キノコとパンチェッタのホワイトソースと、これ作ってる時にね、なんかキノコとパンチェッタがなんかね、肉味噌っぽい感じだったんだよね。まず周りのこの赤いソースがね、ラズベリーソースとのことで甘いソースっぽいんだよね。これもなんかクリームソースと混ぜるとピンクになる感じがするよね。それで大根のピクルス、あ、これね、これ芋餅かと思ったらね、これ大根のピクルスなんだって。で、デザートがですね、サクサク食感デザートって書いてある、これだな。これはね、ストロベリーチーズムースケーキなんだけど、これはね、ミニのバッグをイメージしたキュートなケーキとのことですね。はい、今回説明文も面白いよね。はい、こちらですね、ドリンクのチェンジとかできるんですけども、全くチェンジしてません。デフォルトままですね。それで2480円です。で、サラダはつけませんでした。その分こんな、なんかがっつりでっかいアスパラ乗ってるしね、まあ付け合わせでなんかね、ラタトゥイユっぽいものもね、あるので、まあ野菜とかはもうこの辺ってだけって感じですね。あとね、ドリンクはまたブラックコーヒーにしました。なんでかというと、デザートが多分甘いのでブラックコーヒーですね。はい、これぼかし入れて全然わかんないと思うけど、みんなもすごい食べやすそうですね。やっとこれだよ、もう。あと店内めっちゃ空いてます。予約してないんですけども、今日めちゃめちゃ空いてますね。はい、いただきます。今日同席でしぐれが助手でいます。よろしくね。はい、今ね、斜め前に今助手相方でいるんですけども、話しやすい、食べやすい、
物の貸し借りも楽、ちょっとこれやっていいよって、はいはいって言って、アクリル板 なくなって本当にコミュニケーションもしやすくなったしね。はい、このボックス席なんですけども、めちゃめちゃストレスなく今コミュニケーション取れてます。これ前にズイズイとほらほらこのようにできるんですよ。こんな当たり前のことで感動してます。じゃあまず早速このスープですね、なんか動画映えするとのことなんで、早速じゃあスープからいただきます。はい、じゃあ早速スープいただきます。まあちょっと持ってきた段階でもう混ざってんだけどね。はい、動画映えするということで、はいはいはい、わーい、ピンクになった。あ、でも本当にピンクになるね。面白い面白い、見た目ストロベリーシェイクだよね。はい、いただきます。ちょっとカメラの関係でですね、ちゃんと見えるようにあえてちょっと左手で今日は行きますね。いただきます。これね、本当にもうあのジャガイモのスープですね、ポテトスープです。うん、すごい芋の風味が残ってる。ビーツは本当にね、色付けで使ってる感じで、ビーツの風味はあんまりないね。上に乗ってるのはこれ麩っぽいね、なんかもちもちした麩が乗ってますね。スープはちょっと冷めると美味しくなくなるので先に飲んじゃいます。うん、すごいこってり、スープ美味しい、うん、このジャガイモのスープはね、ジャガイモなんだけども、あのクラムチャウダーみたいな感じで、多分牛乳とか生クリームとか入れてる感じですね。まあジャガイモのスープだって言ってもね、いろいろとコンソメであったりね、いろんな味があるんだけども、今回やっぱクリームっぽいね、全体的にね、ジャガイモのクリームスープっていう感じですね。でもね、具はない、クラムチャウダーみたいな感じで具はそこにないですね。本当にもう純ジャガイモとビーツだけって感じですね。はい、順番前後しますが、このミニのランチョンマットのことをそやスルーしてましたね、すいません。これはですね、このイベント中、ランドのセンタルストコーヒーハウスと、それからこちらのホライズン、この2レストランで対象のセットをオーダーすると、このようなランチョンマットがもらえますね。これはランド C 共通です。それでこれってね、実はね、あのお皿取っていくと、一番初めに開幕でトレイと一緒にこれもらえるんですけども、もらった段階ですぐミニをこうやって起こさないと、先にこれやっとかないとですね、お皿ずらっと並べた時にはこれをこうやって潰してしまうことになるので、これね、料理もらう前にこうやってもらったらすぐ立てる。はい、これコツですね。はい、このようにじゃあミニに守られながら残りの、はい、食事食べたいと思います。はい、じゃあ続きいただきます。そして子供ギャン泣きだよ、お父さん頑張って。もう子供ギャン泣きはディズニーパークの風物詩ですよ、もう環境音ですからね。お父さん頑張ってな。はい、ではいよいよメインのハンバーグいただきます。まず上にね、でっかいアスパラが乗ってるのがインパクト抜群ですね。あとは作ってる時にちょっと見えたんだけど、ハンバーグとね、クリームソースの中間になんかね、ミートソースのようなもね、肉味噌っぽいようなものが一回ワンクッション入ってるんだよね。それがすごい気になりました。キノコとパンチェッタっていうことで、パンチェッタってイタリアの要はあのベーコンですよね。キノコとパンチェッタがどのようにこの料理に入ってるのかが気になるな。じゃあちょっとホワイトソースつけて、はい、いただきます。お、ん、あのね、まずね、多分1年ぶりぐらいですね。結構これまでね、グルビーフだったんで。なるほど、このハンバーグとホワイトソースの中間にキノコとパンチェッタのなんかこの肉味噌っぽいものが間に挟まってる感じかな。で、この赤いラズベリーソースが、これが赤なんでミニをなんとなく表現してるんだろうけど、多分これ甘いんだろうな。ちょっと甘いね、やっぱね、ラズベリーソースなんでちょっと甘いです。これね、パッと見すごい大ボリュームで、うわ食べれるかなと思いぐらい量なんだけど、なんかすごいサクサクと、意外となんかまろやかっていうか、重たくないね、そんななんか今んとこね。これでもラズベリーソース、これいる、これいるか、どうなんだろう。見た目的には白と赤で面白いんだけど、うーん、この甘いソースはどうなんだろうな。これうまいね、
うまい。この上に乗ってる、さっきから言ってるこのキノコとパンチェッタの肉味噌っぽい、なんかミートソースのようなオリジナルのこのペースト状のものがあるんですよ。さっきね作ってて見えたんですけど、このペースト状になったようなものとこのホワイトクリームソースがいい感じにブレンドされて、なんとも言えない味になるね。キノコとパンチェッタが肝だな。ハンバーグにただホワイトソースかけてるだけだったら普通なんだけど、ミートソースボロネーゼって不思議なソースだよね。ちょっとこれだけ食べてみるわ。ちょっとあえて言えばミートソースか。すごいキノコの風味が強い。これが今回のこの料理の肝だね。これにホワイトソースをこうつけて食べるとなんとも言えない味になるね。すごい美味しい。うん、いやこれは恐れ入った。むちゃくちゃうまい。うん、あとねでっかいアスパラね。アスパラも好きなんですよ。アスパラ嬉しい。いただきます。うん、今この動画を撮ってるのが3月の中旬です。でこれから僕これ編集してアップする頃には多分3月下旬ぐらいになってると思うんですけど、このメニューフード4月の多分9日までのはずなんで、なんで今更僕がですねおすすめですとか言ってももうイベント終わりやんけって感じで、おそらく大半の方はもうこれ食べてると思うんですよね。で本当今更になってしまったんですが、こんな美味しいならもっと早く来ればよかった。すごい残念。めちゃくちゃ美味しい。あともう一個余談を言うと、今これ夜撮ってるんですね。晩ご飯なんですけど、今日朝ご飯はザンミミでした。あの新しい菜の花のシーフードのパスタ。お昼ご飯はケープコットでベーコンエッグバーガーでした。で今夜ご飯これなんですけど、今日3食ともどれも美味しかったですね。今日は本当にもう食レポ3本目で3つとも全部美味しい。もう全部神メニューでした。どれも美味しい。今日はすごい。いやこれただねベリーソースはなくていいかな。デザートでいつもケーキについてくるあのベリーソースがまんま使われてるっぽいんですよ。甘酸っぱいんでこれはなくてもいいかな。これね付け合わせにねなんかねパプリカとか玉ねぎのバター屋もあるんですけども、これも混ぜて一緒に食べたのが美味しいですね。この辺ね、この辺も一緒のが美味しい。うん、いやハンバーグうまいわ。でですねこの食レポに全く関係ないというかちょっと味に関係ないことを言うとですね、今僕晩ご飯でこちらホライズン食べてて、なんて今時間がですね19時45分でなんとビリーブやってる時間なんですよね。もったいないんですけどもね。いやいやまあビリーブはねもうなんかも見てるし、今日はねビリーブよりもねこちらのホライズン食レポ優先で来てるんですけどもね。でね実は意外と店内混んでて、ビリーブやるからねもっとスカスカかなと思ったんですよ。そしたらね意外とみんな食べてるんですよね。でね今食べてるこの人らはねビリーブ要は見なくていいってことなんですよね。見なくていいと思ってるのがたまたま忘れてるのか、ビリーブ興味ないのか、意外とビリーブ別にいいやって人がこんなにいるんだなと思ってね、ちょっとびっくりですね。でこれ言うと、梅さんビリーブ見ないのもったいないっていうふうに思う方いるかもしれませんけども、ビリーブ見ようと思ったらもう日没の17時ぐらいからハーバーの周辺にいないといないわけで、そうするとやっぱりですね食レポが1本やっぱ取れなくなっちゃうんですよね。いやこれうまいな。アスパラもいい。全然なくてもいいのにわざわざ乗っかってるとこがいいね。最後大根のピクルスいきますか。いただきます。これね、おー酸っぱい、甘酸っぱい。はい、じゃあ最後にデザートいきます。このミニのねバッグをイメージしたこのデザートね。はい、これ前々から気になってました。これどうやって食べるんだろうね。食べ方からして分かんないですよね。はい、これじゃあミニに見守られながら食べたいと思います。いただきます。
ってこれどうしたらいいのこれ、ちょっと待って、いやこれね、ちょっと待って、このハンドル多分これ取った方がいいと思うんだよな。あ、取れた。うん、ちょっとすいません、これまず取りますね。取ってからの意外とこれしかもね、なんか三角錐になってんだよね、わかる、こうなってんの、平行じゃないんだよね、こうなってんだよね、こうね。これはフォークでまずちょっといけんのかな、いけない、結構硬い、これ板チョコになってるな、これ結構硬いのか、え、これナイフもない、フォークだけだよね、割る、いや割れない、崩れる、どうやって食べるのこれ、取るか、仕方ない、取るしかないね、ちょっと待って、見せるよ、ちょっと待って、はい、ハンドル取りました。それでね、これフォークで普通にガスっていこうと思ったら結構これ板チョコで硬いんですよね、だからちょっともう分解するしかないね、こうやって分解してこうほじくっていう感じかな、わかる、こうやって食べるのがいいと思うな、でチョコはチョコで最後に食べた方がいいと思うな、ちょっとこういう感じでちょっとバラしてこうやってね、オープンしてカバンを開けるイメージですよね、カバン開けたら中からイチゴケーキが出てきたみたいな、そういう感じですよね。これでいただきます。はい、じゃあね、側をめくって中のケーキをこうフォークでいただきます。この組み合わせどっかで見たな、これどっかのケーキと同じ組み合わせに見えるんだけど、まあ、ちょっと忘れた、まあいいや、いただきます。うん、ストロベリーチーズムースケーキなんで、これはね、いつものムースっぽいね、またムースかよのムースっぽい感じがちょっとしてしまうな。うん、いちごたっぷりって書いてあるからね、これはいちごにいつものベリーなんで、はい、良くも悪くも安心安定の味ですね。チョコはちょっとこれもこのままパクっていってみようかな。はい、こういう感じね、いただきます。やっぱ意外と硬いね。はい、チョコは手でいきます。うん、普通にこれが一番食べやすい。チョコもう一個、はい、取りました。もう取っちゃいます、手でいっちゃいますね。はい、アクセントの花、これも多分食べれるやつですよね、いっちゃいます。うん、まあパセリだね、あの無理に食べなくていいです、これパセリです、これ。はい、完食しました。うまかったです、これはいいな、うまかった。じゃあ総評いきます。はい、ホライズンのミニのラブリーセットを完食しました。いや、これはうまかったな、舐めてた予想以上にうまかったですね。まず順番にいこうか。スープはまあね、あのポテトのスープってことでクリーミーな感じでしたね。牛乳と多分生クリームなんかですごいそういうあのクリーミーな感じで、まあクラムチャウダーなんかのあの何シーフード抜きって感じですね。じゃがいもの濃厚なこってりした感じが美味しかったですね。で、やっぱりメインのこのハンバーグですね。いや、これがね、予想以上にうまかったですよ。パッと見はまあただのなんかホワイトクリームソースがかかってるだけじゃないですか。で、このメニューに書いてあるキノコとパンチェッタ、これはね、どういう風に絡んでくるのかなと思ったんですけど、これね、供給されてるね、提供のとこ見るとわかるんだけど、でっかいハンバーグドーンとあって、その上にですね、さっきも言ったんだけども、キノコとパンチェッタをこう潰したようなペースト状のような肉味噌のようなものをね、こう平たく伸ばして、その上からホワイトクリームソースをかけてるんですよ。お皿の上でこのペーストされたきのことパンチェッタのこのソースとホワイトソース、そしてラズベリーソースを混ぜながらハンバーグと食べていくっていう感じで、これがね、なんか初めての味でしたね。僕も食レポを7年8年やってますけど、このね、普通のホワイトソースで終わるんじゃなくって、このきのことパンチェッタのこのペーストソースがこれ今回のこの料理の肝ですね。むちゃくちゃうまかった。 でっかいんだけど、もうペロッと食べられましたね。意外と味もあっさりしてました。で、付け合わせのこのね、でっかいアスパラもね、美味しかったし、これは良かったな、めちゃめちゃおすすめできますね。で、デザートはまあぶっちゃけいつものこのムース、いつものムースのいつものベリーの、もうこれぞザ・ディズニーシーのデザートスイーツって感じのね、そういう懐かしい系の良くも悪くもド定番の味がしましたね。
まあでも見た目がねミニのバッグになってるんで、まあそのインパクトというか、まあその可愛さありますよね。はい、こんな感じでした。でね、総評としてはね、これね、ミニってつけときゃとりあえずミニで見るってみんな来るやろって言ってミニにあぐらをかいてるようなメニューではなくって、ちゃんと美味しいハンバーグになってましたね。正直ね、またでっかいミートボールみたいなハンバーグなんでどうせと思って全然期待してなかったんですよ、すいませんなんですけど、むちゃくちゃうまかった。正直リピートしてもいいっていうぐらい美味しかったです。でね、これ前別の動画でも言ったんですけども、なんかやっぱね、若い男の子とかはなんかディズニーってご飯まずいよねって、なんかねこのしゃげ構えたですね、俺は何でも知ってるぜ的な上から目線で、そういうなんかね中二病年長みたいなそういうことを言う人がいるんですけども、じゃあお前全部食べたんかいって本当思って、たまたまね君が食べたものがまずかっただけで、ディズニーシーランド美味しいフードいっぱいあるから、だからね、今回僕がね本当食レポでね、僕が美味しいって言ったものが本当美味しいのでね、ぜひこれ食べてみてください。これ4月の9日までだよね、終わっちゃうんだ。いやこれはね今更お前今頃言うのかいって感じなんですけども、多分この動画上がる頃にはねもうこれ多分終わっちゃうんですよ、このメニュー。すいませんもっと早くくれよかったな、めちゃくちゃうまかったこれ。はい、なのでねこれまた再販ねされてもいいなっていうぐらい美味しかったんで、はい、ホライズンね、いつもあの去年までね、あのグリルビーフって言ってお肉がね、このメインのこのセットとかね、そういうのばっかりだったんで、久しぶりにこれハンバーグがこの帰ってきたんですよね、メインとしてね。はい、ホライズンのハンバーグ美味しかったです。でっかいミートボールなんだけど、でもねソースとかすごく美味しくてね、あの美味しく食べてもらいたいっていうね、そういう気持ちがすごく伝わってくるいいメニューでした。あとこのミニも良かった、はい、4人のミニもありがとうね、いいおじさんですけども、ちゃんと起こして、はい、ちゃんと食べました。はい、以上です。今日は助手やってくれてくれもありがとうね。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、食レポ終わりました。うまかったです。そして、はい、店内誰もいませんね、貸し切りです。ミニの装飾いっぱいで、はい、ミニイベント中やっと来れました。はい、そんだけです。じゃあ帰るか。